いいよ、チャギョ！ライクションです。今日もやっていくんですけど、今日はですね、こちらの、ボンバーペッカ工場やっていきたいと思います。はい、ということでね、やっていきましょう。このね、ペッカ工場、まあ、呪文がヤザップ、そしてね、対空が1枚しかないっていうね、ちょっと特殊なペッカなんですけど、今、一番熱い形のペッカ工場です。はい。このデッキでですね、最大世界10位まで行けました。で、あと3勝ぐらいでね、まあ、世界一行けるかなーっていうところまで行けたので、皆さんもね、極めれば、世界1位に、じゃねえわ、世界10位に行ける、ポテンシャルはあります。ちなみにね、世界1のペッカ工場使いのやつは、しっかり1位に行ってました、これで。もう俺がね、世界2位のペッカ工場使いなんでね、まあ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 、といったところでしょうか。これ、ザップで時計、ちょっとだるかったな、今のそのディガーは。合格ですね、そのディガー。さあ、相手のデッキ何も覚えてません。はい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 。なるほど。いや、いいんじゃない？これ。いや、熱い！これマジでね、ペッカの腕が伸びたからね。入るの最近こういうのめっちゃ多いんですよね。ペッカで一撃で入るやつ。これ、リトプリの能力誘って、まあおそらく迫撃なんですけど、あ、テスラか。ほう。面白い。いや、能力、リトプリの能力誘ってボンバーで勝ち抜こうと思ったんですけど、うまくいかないですね。さあ、まあウッドザップなんでね。ほう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 。面白い。いや、延命したってよかったな、これ。うわ、なんか、いや、ただゴブリンこれ。いや、これ相手相当きついぞ、絶対。いや、絶対きつい、絶対きつい。これ、これゴブリンいつだ？ナイトゴブリンだったか。この次だね。いやー。いや、ここな。まあ、いいか。よし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 。これザップって、これもう、もう、低めに出しても、高めに出しても、刈り取る攻めね、今の。オッケーオッケーオッケー。リトプリ出して、よいしょ。まあ、ゴーストがどうにかしてくれるでしょう、これは。はい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 。いいよ。これ、まあ、ナイトかな。まあ、ここで、相手がね、ちょっと攻めたそうな顔つきしてるんで、しっかりね、この4コストずつで交換してあげて、よいしょ。いや、進化ザップ咲かしたの、熱すぎます、これ。これ、ゴブリン。いやー、これ、能力来る？来ない。おっと？それは？はい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 、熱いよ。これ、ケツ、逆サイケツリトプリか。やっぱりボンバーつけとこう。で、もう一回呪文攻め、ウッドとか、オッケーオッケーオッケー。ウッド削りがね、やっぱちょっとだるいんでね。オッケー、素晴らしい反応。オッケーいいよ。いや、ここケツペッカ行きましょうか、一回。ここ落ち着いていきましょう。これ相手何してくんだみたいな感じになってるんで、落ち着いてからの、これ、ゴブリン狩り。いや、めっちゃ強い。オッケーいいよ。で、これザップって、いや、マジでいい。マジでいい。いや、このザップいらんかったか、でも。いや、でもいい。で、これは、そうですね。テスラが来るんで、この、竹取ったタイミング、ここら辺。いや、マジでうまいか、俺。ちょっと待って、皆さん！秘宝。秘宝か、これ。ライキ・ジョーンズ、うますぎるが。よいしょ。あー、やっばこれマジで気持ちいいやつだ。よし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 。いや、このね、ナイト切ったら基本的にゴブリンかアイスピーで受けてきて、まあ、ずらしで防衛ならディガーなんですけど、とっさだとやっぱディガーってちょっとドゥルルドゥンがあるんで、あのね、基本やっぱゴブリンとか来るんですよ。だから今みたいにタワーに当てるやなめじゃなくて、もう完全にユーノの事故を狙う。矢波がね、高回転にこれ俺めっちゃやるんですけど、すごい刺さるんですよ。本当に。
おすすめ。まあ空振った時ね、ちょっとやっぱもったいない時があるんで、相手が特にねナイトとか持ってる時は今みたいな穴目は絶対打たない方がいいんですけど、ナイトを裂いててまあディガーできたらうまいなぐらいの時は全然今の穴目かましていいです。いや、よかったね、本当に。いや、出し前にちゃんとね進化ザップをね、咲かせたのもでかかったっすね。だからさっきみたいな、そのディガーゴブリンが来た時とかに、端前にゴーツ出します。裏にユーノ出しますの、そのなんか、ディガー手に出したユーノとかに、進化ザップ当てられるとマジで爆速で溶かされて、しょっぱい思いにするんですよ。お、ベンゾード。夏。ベンジーだ、ベンジー。復活したんか。わあ、スパカーだ。マジか。しかもザップ切った後ちょっとだるいな、これ。いや、ワンチャン許容あるけど、さすがにだな。よいしょ。まあ、ザップあるんでね。まあ、こっちか、スパーキーじゃねえわ。ザップどころか、ペッカあるか、俺。いや、オッケーオッケーオッケー。まあ、いっか。いやー、しょっぱいな、これ。待ってもよかったけど、ちょ、ゴブジェイで削られんのちょっとしょっぱすぎたな。おいしょ。これ、いや、マジで強い。いや、ペッカこれさ、今の、やばいな、ほんとに。これは、ミニペカーダックプリ読みのボンバーいきます。うわ最悪。うわー、これ、矢の飴持ってたんで、俺今。完全に選択肢ミスってますね、じゃあ。さあ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 。行ってこい。あー、矢の飴、ガウ、うん、じゃあ、アーチャーガウか。矢の飴、なんかユニット多くね、これ。ザップ入ってないか、さては。シンクザップ買ってないか。ベンザー。ちゃんと買った方がいいぞ。これ、スパーキー来たら、嬉しい。はいはい。いや、めっちゃいい。いや、打ってもよかったか。まあでも、別にいいっすね。温存しても。これ、タワー無視できるんで、ケツボンで育てて、逆、うわぁ。いや、これさ、マジで熱い。これ、進化ザップ、バレるかな。うわぁ、バレてる。やるやないっすか。いや、でもよ、これ。俺は許しません、それは。やっべ。いや、ここね、ちょっと使いたくないですね、まだ。よし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 。いや、いい。いや、これマジでいいぞ。いや、これ、ゴースト、入る。でかっ！で、これタワーだけで守れる。めっちゃいい。めちゃくちゃいい。やるな。そうでしょ？やるんですよ、俺は。そうでしょうとも。この相手はザップを恐れてるんでね。オッケー。熱っ。いやー、さっきこっちだな、タゲトンなら。これゴーストじゃなの方がいいな。はい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 。いや、これなー、ゴブジャイ追加来たら嫌なんで。いや、これボンバーまで行って後から工場だな、これ。OK。いや、これ、ちょっと刺さりそうじゃない？はい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 。息を飲む戦い。ただ、俺の方が熱い状況ではある。
行ってこい、入れ、よし、オッケー、素晴らしすぎる、素晴らしいザップでしょこれ。オッケーオッケーオッケー、いや、うまいなぁ、うまいんですよ実は。オッケー、いいです。やっぱペッカ工場使わせたらね、俺の右に出るやつはいません、正直言って。はい、今シーズンのフィニッシュ楽しみだな。なんだかんだね、なんかペッカ使っててすんげードリルに負けるなみたいな来たよ、本物です、この人は本物の獣です。負けたらキングにポイズンとザップをお見舞いされるから、絶対に勝たないといけないめっちゃ汗かいてる、許さね絶対。さあ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 、いきますよ、こういうのもありますから、うちこういうのもやってます。おっと、これは、あー、やっぱ、これ待って、マジでまずい、これちょ待って、お、防衛下手すぎる、はっ、うわ、えぐい、ちょ待って、やっちゃった、おい待ってくれよ、スケラ来てびっくりしちゃった、いやめっちゃスパーキーかと思っちゃった、メンツ同じすぎて、最悪やこれ、ちょマジで、ちょっ、やっばいかこれ、うわーこれ今の、うわーくそ、いやこっから、いや600削れねえなー、これ進化ザップまで育てればいけるか、ヤナメザップ、進化ザップで、ボンバー、進化ボンバー一発ぐらいタワーにねじ込められればいけるけど、まあ、多分こっからは、U のゴーストは多分入んないっすね。まあ、一応ね、一応同時に攻めてみるものの、いや、これでも、ちょっと入りそうか、これ。あー。うわ、えら、ガチかよ、めっちゃ読んでくる、ちゃんと。うわー待って、マジで偉いわそれ。あ、でも意外とザップ、工場からの矢の雨まで行っちゃうか。はいはい、よし、オッケー、折れたのはでかいよ。いやー、こっからだなー、むずいの。うわっ、いや、ちょっと早いか。いやー、深すぎるって、そのスケラ。やられてっか、さては。ワンチャンあるか、これ。よし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 、ある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 、うわー、いや割と頑張ったけど怪しいな、はいはい、ボンバー来ねえか。お、
くっそくっそマジくっそマジでマジでもうちょいだったなこれくっそマジでもうちょいだった今のマジか悔しいですくっそマジかよマジでいけそうだったぞ今いやあの同時で目ペッカからの言うの読めなかったんじゃないアンストッパブルだ止まんねえぞマジでどっちが本物のアンストッパブルか見してやろうほんとここまで温まったら止まりませんこの人はねもともとスケフリーボーラーベビドラスケフリーみたいなのがすごい好きな人だったんですよなんで、ああ、それですね。それなので、ここは工場行って、あ、これはね、スキル打ったってしょうがないんで、これ来るんか？来ない。OK。で、これも1枚出てくるでしょ？ OK。わーお。めっちゃいい。いやー、これなー、どっかでペッカ行きたすぎるけど、一回ザップ打ちますね、これ。まあまあまあ、ボーラー来るでしょ？ OK、OK。よし、OK。これ、行って、はい。まあ、一回行きましょうか。まあ、インドラね、しっかり出してきますね。えらい。インドラ出せてえらい。まあ、ここは、U の逆サイつって、ゴーストまで行きましょう。キング起動されたくないんでね。さあ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 。まあ。相手は次が、あっつー、それちょっと待ってよ。めっちゃ暑いですが、ちょ、マジでやることない。一回ボンバーから入って、オッケーオッケー。いや、これさ、ちょっとやっちゃった可能性あるな。いや、ギリ。ギリだね。あー、しっかり出してくるか。ワンチャン対空許容まで見えたんだけど。はい、これ、めっちゃいいな、このペッカ。やべ、あーかん、マジでまずい。やべやべ、あーくっそくっそ、スケラがスケラがかゆい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 、スケラがかゆいよ。ちょっとスケラの下方修正来てますかこれ。ちゃんとなんか1体減ったとか言ってますけど、いやマジでないわ今の。ちょ、ザップからの受けれたか今の。ザップからの嫌な雨で絶対に受けれたな。ちょマジで、いや、かゆすぎる。さあ来ました、ワイマル、よろしく。この人は、おお、いや、ちょうどいい高めの、あー高めのね、スキアイスピード受けてくるんですよね、こういう時って。さあ、ザップね。
ほう、なるほど。あ、カン。熱い熱い熱い。うわ、いや、ならこれ違ったな、今のなら違ったわ。汗かいてる、汗かいてる、聞いてる聞いてる、よし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 、聞いてることは確認。ちょっとね、おもろい攻めもありますよ。進化バルキリーか。来た来た来た。ここはね、バルーンが来そうすぎるんで、ちょっと早めに溶かせる U の打ちかまして。おお、深い。右ファルチか。なるほど。いやー、いや、マジで熱い。さあ、俺の猛攻はただバルーン投げられたら1回でおしまい。やべ、いや、これディガー内側ザップ来るか、ワンチャン。来ないか、危ねえ。いや、こういうバルーンでマジでおしまいなんですよ、本当に。一撃でいかれちゃうんで。入れ、うわ、入った、っつ、勝った勝ったの熱っ、これ。グッドゲームだこれは。よし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 。いや、常にバルーン以外のやつを自陣に入れないのと、ディガーを防衛に使わせてっていうのをやったら今みたいに勝てます。いや、いいぞ。これ勝ったのすごいんじゃない。ちょっと1枚しか対空のリトプリ、1枚しかない対空のリトプリもね、ちゃんと攻めに使いながら相手に攻めさせなかったのが良かったね。そう、フリーズとか来たらマジでハゲちゃうんでね、こっちは。やっぱボンバー、これ受けないんすよね、相手絶対。倒せ、倒せよ。いや、これフグ来たらマジでハゲちゃう。よし、やんば。これ奉仕出してから結構回したか。さては、これホグ奉仕来るかな、ワンチャン。ペッカで受けるけれども、アップな、若くてよかった俺。よし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 。いや、これな、相手まあ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 、いや、縦線、縦線やめないっすか。ズルだと思うんですよ、縦線。殴る瞬間に、よし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 、
や、同祭でもよかったな。いけ、でかい、もう一発、もう一発、もう一発、でかでかすぎる。ただ次が進化奉仕なんすよ。なんでこれ端前、いやー泳がせられた。よし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 、まずいかこれ。さては、いやそんなだ。いや一発はいいよ。いやこれケツペッカのリズムできたのでかい。待ってマジで熱い。え、進化ですら消えてんだけど。これ達成しかない。ビッグ、いやこれ勝てんの俺さ、すごいすぎんじゃない、もしかして。見てこれいや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 、おかしいってダメだってこれ。危機管理が来ちゃうよこれ。マジですごいぞ。いや、見てください。もう強いでしょ、ペッカ工場。このペッカ工場は、バルーンにも勝てて、ラバにも勝てて、奉仕縦線ホグにも勝てるんですよ。無限の可能性を秘めてんの、本当に。ボスク、なんだっけな、この人、スケラ、あれ？スケラだった気がしたんだけど、遅延スケラのザップ型なんてものもありますからね、今。何が起きるか分かんないんですよ。まあマジでそれっぽいな。いや工場でも地味に強いんだよなこれ。毎回さ、出してきた施設ぶっ壊してくれるんだよね。いやこれペッカでもよかったね正直。ほう、いやーしょっぱいか。何が来るのか分かんないわ。いけ、おみくじ、おみくじ、何発入るかな。ボンバーマジで入んないのはないぞ、本当にないし、ガチでない。それはいやー、ザップ進化してないのちょっとしょっぱいねこれ。ここで割いとくか一発。まあまあまあいいでしょう。で、スケラーはリトプリを当てたいんだけど、待って、ボーラーナイト、ザップ、何が起きてるこれ。タルババがねえのか。まずくね。かぶれスケラ。いやーかぶんない。いやでもいい。よし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 、ちょっといいぞ。絶対進化ザップでしょ。いやボンバーいらなかった、これやっちった。いらなかったな確実に。よし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 、いやボーラー合わせてくれてんのマジで熱いぞこれ。はいはい、あら何も解けてないね。よいしょ、
キルすら使わなくて大丈夫そう。いや、いつ使うんだいこれ。進化ザップが相手2周目回っちゃうよ。あー、これ次2周目だな。進化ザップまずい。もっと絶対割いてよかった。ここでちょっと割きたくなってるもんな、進化ザップ。うおぉ、熱っそれ。いやでも、とはいえ攻めが通ってねえな。いや、ちょっと入った。熱いぞ、これ。生きてえな、足前でかっ。だってこれマジでいい。ここ行っていいな。来てる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 、よし来た。おい、あ、今日強いか俺。さては、よっしゃ、マジで嬉しい。オッケーです、オッケーです。ってことでね、今日はこちらのペッカ工場使っていったんですけど、マジで強いです。で、まあ一応ラバー当たらなかったんでね、まあ立ち回りだけ、まあ昨日のね、生配信でめっちゃ当たったんでね、気になる人は見てもらえればと思うんですけど、ラバーはね、もうラバーに対しては何もユニット当てないで、ヤナメだけで処理して、バルーンが来た時にバルーンにだけリトプリ当てるってやると、なんかいい感じ、2-1 とか3-1で勝てます。なんで、そんな感じでやってみてください。ってことで、今日はこの辺で終わります。お疲れ様でした。